資本主義、資本主義、資本主義、または資本性は生産手段の私的所有及び経済的な利順追求行為を基礎とした経済体系である。資本主義を特徴づける中心的概念には私的所有、個人的所有、資本蓄積、賃金労働、自発的交換、価格体系、競争市場などがある。資本主義の市場経済では投資の意思決定は 金融市場や資本市場の中で所有者によって判断され、生産物の価格や配分は主に市場での競争によって決定される。歴史的に資本主義の初期は自由資本主義、リベラルキャピタリズム、リベラルキャピタリズムであり、私的所有によって特徴づけられる。現在では資本主義の形態は経済学者、政治学者、歴史学者などにより、レッセフェール、 または自由市場による資本主義、福祉資本主義、国家資本主義などの多数の議論がある。これらの経済体制では自由市場や自由競争と公権力、社会政策による政府規制などの経済的干渉主義との間のバランスが異なる。現在の資本主義経済の大多数は自由市場と政府による干渉の要素を結合した今後経済で 経済計画を持つ場合もある。資本主義の弊害に対し、修正や反対をする概念や立場には、修正資本主義、反資本主義、社会主義、共産主義、国家社会主義、ナチズム、結束主義、ファシズム、第三の道、第三の位置などがある。また自由競争を、さらに推進する概念や立場には、新自由主義、リバタリアニズムなどがある。資本。 の語源は、ラテン語で、党の意味を持つ、で、十二世紀から十三世紀にかけて、動産を意味するようになり、さらに、資本家や、資本主義との言葉が派生した。資本家、との用語は、十七世紀に、資本の所有者との意味で使用されるようになった。資本主義、との用語は、千八百五十年に、フランスの社会主義者、ルイ・ブランによって、現代の意味で使用され、 私が資本主義と呼ぶものは、あるものが他者を締め出すことによる資本の占有であると記した。また1861年に、ピエール・ジョゼフ・プルードンは、資本主義の経済社会体制では、資本は労働するものには所属しないと記した。1867年より発行された、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによる著書、資本論での用語、資本家、資本性システム、及び、 資本家、資本性生産様式も日本語訳では資本主義とされた場合が多い。資本主義の同義語、または類義語には以下がある。資本主義経済体制を肯定する立場からは、通常は自由主義や自由経済などの用語が使用されている。資本主義は自由市場での交換による金銭的利益の個人的蓄積という欲望によって推進される。 交換のための生産、利益のための生産である。資本家による生産は、使用のための生産ではないが、市場は消費者と社会全体のニーズと要望によって推進される。現代の主流の経済学、特に経済的な右派は、自由市場を通じた見えざる手が、社会的生産をこれらのニーズと要望に合わせることができると主張している。一般的には、 経済システム、または生産様式としての資本主義は以下のように要約できる。基本原理としては生産手段を持つ資本家が生産手段を持たない賃金労働者を使用して利潤を追求する社会システムである。近代以前より多くの時代、地域で資本は小規模に存在していた。現代的な形の資本主義はルネッサンスにおける農業資本主義と 商業主義の出現にまで遡ることができる。また、私有財産性は、古代のアテナイや古代ローマにも存在した。18世紀中は、イギリスより産業革命が発生し、デイビッド・ヒュームとアダム・スミスらの新しい経済、理論家グループは、従来の重商主義に異議を唱え、市場経済では自己利益のための投資が見えざる手により、 全体の効率と成長に導かれるとした古典派経済学。他方で、主工業生産の衰退や囲い込みなどにより、伝統的な共同体が崩壊し、都市労働者が増大して労働者階級、プロレタリアートが形成され、劣悪な労働条件や低賃金が拡大した。このため、シャルル・フーリエラは、社会改革を提唱した空想的社会主義。 1780年代からのフランス革命などの市民革命、ブルジョワ革命では、私有財産性が確立して、経済的自由主義が拡大した一方、経済的平等を重視する立場から、社会主義が登場した。1867年、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスらは、資本論で、資本主義の拡大により、国家の役割は縮小するが、資本主義の本質は、 資本家による労働者からの搾取であり、資本家は富を蓄積し、労働者は貧困を蓄積するため、必然的に革命が発生して、資本主義社会、生産手段の私的所有から、社会主義社会、生産手段の社会的所有に移行するとした、マルクス経済学。18世紀後半のアメリカが衆国独立以降、ロックフェラー、モルガン、 メロンの三大財閥が市場を独占し、自由競争を妨げているとして、独占禁止法、反トラスト法が制定され、法廷闘争が行われた。なお、日本の明治維新は、反封権的な資本主義との議論がある、日本資本主義論争。1914年に第一次世界大戦、1917年に、ロシア革命が発生して、社会主義国が誕生し、 産業の交有化や計画経済を行った。1917年、ウラジーミル・レーニンは帝国主義論で現在の資本主義は独占資本主義に転化し、植民地作取により延命する帝国主義であるとした。各国の社会主義運動は分裂し、資本主義の枠内での社会改良を目指す者は、社会民主主義、レーニン流の革命を目指す者は、 共産主義と呼ばれるようになった。1929年、世界恐慌により大量の失業者が発生して、社会不安が増大し、従来の資本主義理論、レッセフェール、景気循環理論への会議が広がった。アメリカ合衆国は、ケインズ経済学の有効需要理論を採用し、ニューディール政策を実施した修正資本主義。イギリスやフランスは、 ブロック経済政策により自由貿易を制限した。広大な植民地を持たない諸国では、イタリアのファシズム、結束主義は第三の位置として、コーポラティズムによる経済を提唱し、ドイツのナチズム、国家社会主義は大規模な雇用創出を行って、あり県を主張し、日本では統制派により、統制経済や大陸進出が進められた、衆参主義、軍事ケインズ主義、 国家総動員体制。冷戦の発生により、アメリカ合衆国や西ヨーロッパは西側自由主義、資本主義陣営、ソビート連邦や東ヨーロッパなどは東側社会主義、共産主義陣営などと呼ばれ、体制競争が行われた。特にヨーロッパの資本主義諸国では、労働条件の改善や労働組合の重視、 社会保障などの富の再分配、主要産業の国営化などが進められ、今後経済化が進んだ社会的市場経済、福祉国家論。また、第二次世界大戦を引き起こした経済対立の原因に、ブロック経済があったとの反省により、GATT や WTO 協定などの世界自由貿易が推進れた。アメリカでは大量生産、大量消費の経済が拡大した。 フォーデズム。社会主義国では、西側諸国による経済封鎖や軍事費負担、技術革新の遅れ、官僚主義による非効率などもあり、1991年ソ連崩壊が発生し、中国では改革開放、ベトナムではドイモイ政策が進められた社会主義市場経済。1970年以降、ミルトン・フリードマンらは、ケインズ主義を批判し、 市場原理の拡大を提唱した新古典派経済学、マネタリズム、新自由主義。チリでは、チリの奇跡。イギリスでは、サッチャリズム。アメリカでは、レーガノミクス。日本では、小泉改革などの規制緩和、民営化などが進められた。グローバリゼーション拡大により、 各国政府の権限や多国籍企業への規制の縮小による雇用や安全への脅威や格差社会の拡大も主張された反グローバリズム。また1990年代のインターネット普及後は IT 革命による経済効率化や情報格差も主張された。2013年トマピケティは著書21世紀の資本で長期的には資本収益率は 経済成長率より大きく、富は蓄積され格差は拡大するため、格差是正には世界的な政治的再配分が必要とした。資本主義の類型には、時代、立場、観点などにより、以下などが主張されている。バード大学教授ヤンブルマ及び、ヘブライ大学名誉教授アビシャイ・マルガリートによれば、19世紀ロンドンのような都市文明では、 課題な富の不均衡があったと同時に、都市や個人の自由が相当保障されてもいた。その種の自由の起源は、マグナカルタ、大憲章まで遡りうるが、啓蒙主義に追うところも大きい。啓蒙主義者、合理主義者ボルテールは、1726年に、イギリスへ亡命し、自由を称え、専制主義への攻撃を開始した。ボルテールは、東大随一の論客であり、 議論上いくらかの誇張は否めないが、鋭い観察を残したことは確実視されている。ボルテールが賞賛したものの中には、科学探求の自由、思想化の高い一位に並んで、法律証券取引所もあ。それはだとボルテールは述べた。フランスで、商人階級、ブルジョア階級は、貴族や文化人から見下されていたが、ボルテールは商業こそ、 人間が自由を確保するための重要条件とみなした。法律証券取引所についてボルテール派とも記した。ボルテールが見て取ったように、金銭は、心情、人種といった違いを解消する。市場では誰もが共通の規則、契約、法律で結びつけられている。そのような共通制度は、先祖代々からの神によって掲示されたものではなく、 個々の所有物を守り、他人に欺かれるリスクの削減のために人間が作ったものである。市場では、生まれはあまり重要ではなく、村落や士族の間では、ある程度有効だった慣習にも頼ることはできない。合理性を重視することにより、世俗的な通商法は絶賛された。世界的に近代化は世俗化を伴っている。そのため通年上、 産業革命を経験した西洋は、他地域に比べて、劇的に豊かになった一方を、過去の伝統や農業と切り離された、と言われる。産業化には科学と技術の絶えざる応用が伴い、それは必然的に世俗化につながっている。なぜなら、産業社会における合理的生産は、物事がどのように機能するのかという問いかけや、原因と結果の絶えざる探求なくしては、 成立しないからである。それは因果関係を曖昧化する宗教の呪縛を上去し、マックス・ベーバーが呼ぶところの世界の覚醒、脱宗教化をもたらた。脱言と脱宗教化を経済成長と結びつける近代化のイメージは、特に非西洋世界の改革推進勢力の間で説得力を持った。そのイメージは完全には間違っていなかったが、 反改革派の宗教的勢力と同様に、改革派の結論の極端な方向へ走りがちだった。自由民主主義は商業国に最適な政治制度とされている。このシステムでは競争し合い、利益の相違は交渉、妥協を通じて解決することが前提となっている。当然、そのような制度は英雄的ではなく、反民主主義からは比率、軟弱、凡庸、 腐敗等とみなされてきた。一例はアメリカの民主主義であり、アレクシド・トクビルは以下のように論じている。19世紀中頃のアメリカ訪問中にはこう述べている。実際には民主主義と戦争の相性は悪くなく、近代史では民主主義国家が独裁政権にことごとく勝利している。しかし、トクビルの見解によると民主主義家の市民、ゾンバルトの言う、 ブルジョや商人は生命をかけて戦闘することを簡単には需要しない。自由民主主義や資本主義は英雄的信条とは異なり自由思想、リベラルに近い。観点によってはリベラル社会は凡容さを奨励さえしている。ナチスドイツの国家主義者アルトゥールメラー・ファンデンブルックはリベラル社会では自由が与えられ際立った人生よりもありふれた日常に 重きが置かれると見ており、その点では特ビルも類似している。すなわちリベラルな資本主義社会では、大多数の人々は、普通の生活を送る。ピューリタンの伝統にのっとり、リベラルは普通に生きることを受け入れた。そして17世紀のオランダ絵画やイギリス文学、ジェーン・オースティンの小説が描いたように、凡庸な日常生活にも威厳があり。 それは嘲笑するのではなく大切に育むべきだという考えも確立れていった。英雄主義や結束主義、ファシズム等はこれに対立する。すべての近代ヨーロッパ思想の中で非西洋の知識層に最も受要されたのはドイツナショナリズムだと考えられる。例えばナチズム、国家社会主義はバースト、アラブ社会主義復興等へ多大な影響を与えている。 その理由としては、ドイツのナショナリズムが、近代西洋の普遍性の主張に反発するものだった、ことが挙げられている。資本主義に関する経済理論や学派には、以下がある。ただし多くの学派名は多少であり、その分類にも議論がある。18世紀後半以降、アダム・スミス、トマス・ロバート・マルサス、デビッド・リカードなどのイギリスの経済学者に、代表される。 従来の重症主義を批判し、労働価値説を提唱した。また、重農主義によるデッセフェール、自由法人の概念を使用し、個人の利己的な経済活動が、自由市場の見えざる手、需要と供給による値決定メカニズムによって、全体として資源の最適配分となるとした。なお、ジョン・スチュアート・ミルは、功利主義に基づく自由主義を重視する一方、貧富の差や、 植民地の増大を懸念し、政府の再分配機能も重視して、後の社会民主主義などの改良主義に影響を与えた。19世紀後半以降、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスらは、古典派経済学の労働価値説を批判的に継承して、常用価値説を提唱し、資本主義の本質は、資本家による労働者の搾取とした。また、資本主義は普遍的なものではなく、 歴史的なものであり、資本主義の矛盾が累積すると、最終的には革命が発生し、社会主義社会、生産手段の社会的共有に移行するとした。ルドルフ・ヒルファーディングは、金融資本論を提唱し、ウラジー・ミル・レーニンは、帝国主義論を提唱して、帝国主義は、資本主義の最終段階であり、植民地主義により延命しているとした。19世紀後半以降、 カールメンガーラは古典派経済学の労働価値説や生産施設に対し功理主義による限界効用理論に基づいて消費財の価格を説明した限界革命。またフリードリヒハイエクは経験論を重視した自由主義を唱え理性主義や合理主義を批判し、それらに基づく計画経済、社会主義、ファシズム、全体主義を批判した。 19世紀後半以降、新古典派経済学、ネオクラシカルは、アルフレッド・マーシャルなど古典派経済学の伝統を重視する限界公用理論以降の学派であり、市場経済を重視するが、市場の失敗への対応など、政府の役割も認める。なお1970年代以降の新しい古典派、ニュークラシカルは、ネオクラシカルの枠組みに、ミクロ的基礎付けを重視する。 19世紀後半から20世紀前半のアレクサンダー・ハミルトンらのアメリカ合衆国のマクロ、経済学的政策。製造業を支援するために保護貿易主義を提唱し、交通機関などインフラ建設を政府が投資し、国営銀行が投資や投機よりも商業や経済の成長を促進した。20世紀前半、ジョン・メイナード・ケインズらは、 古典派経済学の性の法則、供給はそれ自らの需要を生み出すや、古典派の好順、賃金変動により雇用調整されるを中心とした自由法人経済批判し、有効需要理論により、政府が需要創出を行い経済を拡大することにより、実在している、非自発的失業をなくせると提唱して、ニューディール政策に大きな影響を与えた。 1920年代以降、シカゴ学派は、ミクロ経済学的な手法を足したような分野に適用した。オスカル・ランゲは、世界恐慌後、市場経済を社会主義に導入した、市場社会主義を提唱した。ミルトン・フリード・マンラは、実証主義を重視し、ケインズ主義の有効需要理論を批判し、マネーサプライを重視して、マネタリズムと呼ばれ、さらに新自由主義とも呼ばれた。 また、ロナルド・コースラは、新制度派経済学や法と、経済学などの分野を創始した。シカゴ学派でもあるミルトン・フリードマンが首相、貨幣数量説の再評価など、マネースサプライを重視し、ケインズ主義的な裁量的財政政策を批判して、ルールに基づいた政策の実行を提唱した。1990年代以降、グレゴリー・マン・キューラが提唱、マネタリストや、 新しい古典派、ニュークラシカルに対して、最良的な財政、金融政策の有効性を提唱した。資本主義に対する、主な思想的立場からの見解や批判には、以下がある。資本主義の支持者は、資本主義は、過去に作られた、いかなる経済システムより優れており、その利益は主に一般の人々に与えられると、主張する。しかし、資本主義の批判者は、 多様な経済的な不安定さがあり、すべての人々に幸福を提供することはできず、自然環境に持続不可能な損害を与えると論じる。資本主義への批判には、経済システムとしての社会的不平等、不公正な富や権力の配分、物質主義、労働者や労働組合への抑圧、社会的阻害、失業、そして経済の不安定さなどが関連する。 多くの社会主義者は、資本主義は非合理的で、生産や経済の方向性は計画されず、多数の矛盾や内的不整合があると考えている。資本主義と個人主義的な私有権は、所有者が賛同できないアンチコモンズの悲劇に陥っている。マルクス経済学のは、資本主義経済では、共同体の社会的必要性よりも、利益と資本蓄積が優先され、 資本主義企業では企業の基本的な方針に労働者を含めることは稀であるとした。労働関係の一部の歴史家や学者は奴隷、方向、強制された囚人などの強制労働は資本主義における雇用関係と類似性があると論じている。は、強制労働は資本主義に需要可能と論じた。資本主義の多くの側面は 主に企業による資本主義に反対する反グローバリゼーションの批判を受けている。環境主義者らは資本主義は継続的な経済成長を必要として必然的に地球の有限な天然資源を枯渇させ多数の動植物を絶滅させていると論じている。また新自由主義または現代の資本主義は世界貿易を拡大する反面伝統的な文化様式を破壊し 不平等の悪化と世界的な貧困の拡大を招いた結果、我々は新自由主義以前よりも貧困な時代に生きており、1970年以降の環境指数は大幅な環境悪化を示していると論じている。一部の学者は2007年の金融危機の責任が新自由主義的な資本主義モデルにあると批判した。多くの宗教は資本主義の特定の要素を批判。 または反対している。伝統的なユダヤ教、キリスト教、イスラム教などでは利息付きの金貸資業を禁じているが銀行が設立されている。一部のキリスト教徒は資本主義をその物質主義崇拝では全人類の幸福を図ることはできないと批判している。カトリックの学者と聖職者はしばしば貧困層を排除した分配に関して免責されていると 資本主義を批判してきた。ローマ教皇のフランシスコは解き放たれた資本主義は新たな先生都市、世界の指導者に対して貧困と不平等に対する戦いを呼びかけた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。